モン大好き？大好きです。大好き。世の中にはいろんなポケモンいます。安住社長陽君のお家にもたくさんのポケモンが隠れているんだ。それをみんなで見つけてみよう。前1万円隠すっていうやつやったじゃないですか。でもそれのポケモン版みたいな感じですよね。そう、あ、そう、合ってた合ってた。はじめくん隠したんで、はじめくんは探さないです。はい、僕あのさっき徹底的にポケモンリサーチして育てました。あの育成してたのね。そうです、そうです。水タイプのポケモンは水にいるよね。それでは開けっぱでお願いします。どうどうどう。ヤドンとかはこの鍋の裏に置いておきます。あ、かわいいかわいいかわいい、めっちゃかわいい。あらゆるところで、この家の1階から3階の室内にポケモンがたくさん生息してます、はい、それをぜひともみんなに見つけてもらいたい。はい、はい、まあ、前回みたいな感じで1人ずつやっていく感じで、うん、何本にします？探す時間1分。まあでも確かに前はお札で小さかったじゃん。そうだから探しづらいけど、ポケモンなんでそれなりの大きさがあるんで、多分そんなに難しいところに隠れてないかなっていう。で1分でいきますか、1人。はい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 。譲る。何匹いるんですか、全部で。わかりません。わからない。わかりませんが、かなりの数を隠した記憶があります。あ、はい、大好き、大好き。これだからですよね、一度見つかったポケモンはもう二度と戻らずに、はい、あとの人であればあるほど残ったポケモンの中から探すってことでいいんですね。そうです。なるほど、わかりました。でですよ。あ、え、でですよ。いや、そうですよね。これは勝ち負けがあるんです。あー、絶対色違いいっぱい捕まえたやったもん、それやばいな。前回はご褒美みたいなのがあったと思うんですけども、今回は逆です。罰ゲームがあるんですけども、それここにもう書いてあります。あ、なるほど。これはもうゲームが終わってビリが決定した時に公開となります。なるほど、なるほど。僕も見てないです。まあ、決まってるんですね。決まってるみたいです。じゃ一回あのこれはじめさん見て、俺は今表情で見るね。はい。うわあ、おっと、ベロリンになっちゃった。これは負けられねえわ。やばいなそれ。これ負けられない。ちょっと本気出さなきゃ。これ最初だね。これ最初だわ。先行だわ。これ全体あれですよね。どんなポケモンもいってんすもんね。どんなポケモンもいってんです。大小関わらずいってでかいやつもあるか。ってことはもうこれもう元有利だわ。これマジで先行有利だよ。後半も負けよ。ほう、順番決めましょう。最初はグー、じゃんけんパン。すごい。いやでもまだ分かんない。何番選ぶか分かんない。まだ言ってない。4番違う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 。まあでも5番もありますから。5番、ちょっと言っちゃったから、言っちゃったから、言っちゃったから。ゆっくり流れ来てる。これ負けたいぞ、じゃんけん。最初はグー、じゃんけんポイ。3番誰も誰も負けないですよ。最初はグー、じゃんけんポイ。2番。なんでだろう、これ大志くんが5なら分かるのに、なんで俺が5なんだろう。初手4だったから。確かにね。よしよしよし。ちょっとみんな壁の方見てたもらっていいですか。はい、まだまだちょっと壁の方でお願いします。壁の方で。OK、ちょうどです。はい、はい。ちゃんと理由で勝つ。本当だ。どこ行ったんでしょうね。じゃあ4億円の中のポケモン探し、よーいスタート。
3階にかけます。そっちはないから。え？ゼニガメ、水の水タイプだからゼニガメ。これは？これ。あと何分？15分。おっと。気をつけろよ。もういって、いって。それいって。いいっすか。これもうほら、倒れてる時だけでして痛がってんの。ね。一回締めて、一回締めますわ。うん。いって。ああ。痛そうですね。ねえ、ほんと。大丈夫。やりますか。まあ、ここから見てる感じ、2匹は持ってたんですよね。うん。だから2匹は捕まえないとビリの可能性がある。目標2匹。いきます。よいしょ。え、どうやって開けるのこれ。キャタピー。なにここ。ラテアス。あー終わった。マジで終わった。ラテアス。あと何分。取らせる。
よーい、スタート。ちなみにあと2匹は見つけてる。俺も1匹は帰り際にちょっと見つけた。そうそうそう、あの時間内ではちょっとタッチできなかったっていうのが2匹と。へえ、正解発表しますか。しますか。じゃあ俺も覚えてないんだよな。ええ、俺もね、分かんないんだよもう。確かに。あ、トイレいたんだ。あえ、え、ここいますいますいます。嘘でしょ。いますよ。あ、すごいポケモンいる。何いる。色違いセレビ。そんな普通にいたんだ。そんな激レアのポケモンがこんなところに。あ、はい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 。いる？え？え？え？まさか。ちょっとめくってみ。わかりました。失礼します。オープン。わら。はい、あ、あ、サニーゴさんだ。サニーゴさん？え？え？待って、ここに？ここでもう一匹います。え？うわ、え、メイト、あ、まだじゃない。うわ、マジだ。え、こん中にいるの。え、よく気づいたな。ほんとだ。うわ、見た。見えた。見えた。触れない。いや、見えない見えない見えない。いた、カノリなんか。いや、ここ結構バレないの嬉しかったな。そう、俺ここね、見つけてるんですよ、ね、俺も見つけたんですよ、ね、うわっ。ガチだ。うわ。そこで通じなかった。ラディアスですらめっちゃ時間使って取ったもん。超分岐。うわぁ、ゴーカートレがここにいます、はい、ほら。舐めた顔しやがって。またぞーのその椅子の上に。え、うわ、こっちと。こんな感じ。意外といるんだな。え、え、いた、いた、え、いた、いた、いた。ちょっと取ってください。なんか隠れてすらいないみたいな。本当だ。角に。闇に隠した。ネクロツマが。まだいますか。まだいますまだいます。これがネクロ系とかじゃないってことか意外。待って待って。え？
なんかいるんじゃないかも。うわいました。え、今の青かった。なんでうっうがうってなってる。ラブラブされとる。え、次見つけた。いや、見つかんないっすね。見つかった。見つけた。見つかった。え、サニーゴさんよ。え、ちゃんと水が好きなので。あ、すごい。しかもそこから多分ね、一匹見えるよ。いやいやいや、え、もう見たよ。あ、上じゃない、上じゃない。あ、いる。おぉ、ヤドンだ。ヤドンいたわ。おいな、ここにヤドンがいました。こんなところに置いてるな。もうこれで2階はないかな。はい、4階は、まあ、ないってことだったんですけど、はい、3.5 階。そういうことか。なるほどね。そういうことか。確かに4階ではない。ないってことは、ここら辺ってことだよね。5体ぐらいいるんじゃない。確かに。うわ、めっちゃいる。うわめっちゃいる。ガチしまった。うわ、めっちゃいるわ。4匹おる。ここだったのか。しかもなんか、ぽっちゃま目つぶしされてるみたいなもの。めっちゃダメよって。やだ、持ってきました。お、ありがとうございます。罰ゲームです。では今回は B は陽平くんだったってことで、はい、ここに書いてあります、罰ゲームが。これ2枚目に書いてあるってことですか。これ今日勝ってあげたら、勝ってあげたら書いてあります。わかりました。いいですか、僕めくっちゃっていいですか。そうですね、はい、いきます。じゃあ今回の陽平くんの罰ゲーム、こちら。ドン、片付け。